こんにちは。よいしょ。こんにちは。今スピンです。メイクしていきますよ。さっき配信終わってからずっと起きてた。まさか寝てました。で、5分前に起きました。オーブンはどうだったの？オーブン使いましたよ。なんとお仕事に行くのでメイクしていきます。の前に一旦なし。メイクはいつもどれぐらい時間かかるの？1時間かかんないぐらいですかね。なしです。栗菜さんの栗まで残ってたね。あのね、栗頼みましたね。栗菜さんに一箱購入しました。うん、大きいです。本当に大きい。めっちゃ美味しいです。天神地区外で迷子になりました。なりますよね。わかりますよ。2番の振りはアイアライブ来た人しかまだ知らないのか。ニヤニヤニヤ。この美しいメイクいりますよ。なんで私前髪上げた状態で梨食べてんだ。前髪上げたら早くメイクしろって感じですね。私は目撃しました。さすが。てか黙ってラムネ行こうとしてたからかバチが当たって高速バス乗り遅れた。ほら、だから言ってたじゃないですか。そうですね。内緒にしたらバチ当たりますよ。当たり前の話です。こんな時代でも生き抜こう。では始めていきます。スタジオを変えました。これにしました。なんかね、ポール&ジョーのシール使ったんですけど、私下地めっちゃ使うんですよ。下地すごい量使うので毎回。なので下地を安いのに変えました。メイクレシピには違う下地を使うんですけど、1個セールで買っ
て1個800円ぐらいだったと思う。まずい、コスパ大事。でもやっぱ高いものには高いものなりのあれがあるなって思いました。あら、たくさんタワーありがとうございます。なんとかタワー星になっちゃってる。何タワーの説明が、多分ごめんなさいタワーとかですか謝罪タワーとか、あった謝罪タワーだって。いいですよ、もうバチは当たってるんでありがとうございます。ありがとう、行ってらっしゃいませ。なんかライブの時はね、ポーランド城がいいかもって思いました。やっぱね違うかも、メイク崩れとか。でも普段使いだとしたらこれで十分ですね。すーごい絵面。ファンの皆さんにメイク工程全部見せるのは初めてな気がする。で、濡らしたスポンジで溶かします。なかなかだな、めっちゃレア、めっちゃレアですね。メイク室初めてやったのね。ちょっとメイクするとかはあったけど、でも全部は初めてだと思う。最初はすっぴん見せたくなかったんですけど、見せたくないとか言ってたらもう睡眠ゼロ時間になっちゃうんで、もう体大事に健康に楽しく配信しようってことで、もうすっぴん出しちゃったんでメイクします。はい、下地塗り終わりました。この間のメイクレシピとは違う、そう下地をね変えました。私のメイク用品は結構安いの多いです。スキンも可愛いから、いや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 、そんなこと。クマを消し、ほら見て、クマがね消えるの。オレンジ色塗るとクマが消えます。これね、ちょっとね、ちょっと浮いてるよってぐらい塗っちゃう。クマがひどいので。この後上から、オレンジ塗ったらクマが消えます。レアちゃんお肌弱そうだから刺激少ない化粧品かな。いやね、めっちゃ肌強いです。多分ね、トップ、世界トップレベルに肌強いと思う。多分ね、結構汚めな泥水に顔突っ込んで顔洗わないで寝ても多分一切肌荒れしないと思う。まあ顔洗いますけど、例えばの話ですよ。あのね、絶対ね肌荒れないと思う。世界で一番とは言えませんね、肌荒れちゃう。でも結構トップレベルで肌強いと思う。結構ゴシゴシこすって。ファンデーション塗ります。これはもうね、お披露目の時からずっと一緒のファンデーションですね。これしか使ってない。これです。これは宮城さくらさんがメイク。っていうか私、お披露目、アイドル入った時、本当にメイクの目の字もわかんなくて、とりあえず、推しの宮城さくらさんが、ご紹介、メイク道具全部紹介してたんですよ。ご自身の YouTube チャンネルで。で、それを見て全部買いました全部買った上で、その2年、3年かけて自分には化粧品見つけてってなんですけど、その変わってない化粧品、ファンデーションぐらいだと思う。塗りたくってあるんです。結構薄めですよ。でもなんかさっきと比べたらめっちゃ違うく見える。肌白く見えますね。
カノハリも通せないぐらいです。え、あのね、カノハリ意外と通しません。顔あんま刺さないです。強いのかも。それ近かったら大変だからね。多分1回で 5、6万ぐらいかかりましたね。そっからね、ちょこちょこ買うだけだから500円、600円。一気にね、全部揃えるのにね、金額びっくりしましたよ。やばい、かけちゃった。いや、待って、ファンデーションをまたこれも濡らしたつもりで濡らしていくっていう感じですね。肌の色が赤くなる、そう、明るくなる。肌の色ってやっぱくすみとかになんかここは暗くてここは明るくてみたいな、なんかそれを全部一点平坦にするって感じ。ファンデーションと眉毛が消えるんで今すぐに眉毛を描きましょう。最近曲作ってる？作ってないですね。最近は私はやっぱそんなないですよ。やっぱ演奏する側だなって思います。夜はクレイディベンツのそうしようかなって思ってる。ちゃんと2端末持ってきますが、覚えたら2端末持ってく、2端末持ってく、覚えとこう。眉毛を、眉毛もね、変えました。ね、アイシャドウで眉毛描いちゃいます。楽ちんなので。ほら、眉毛できてきた。ね、ゆらちゃんの眉毛かわいいですよね。なんかな、なこさんのさ、ウィンカー3回の時の眉毛と一緒、かわいい。やっぱり、いやでもちっちゃい子ああいう眉毛かわいいんですよ。剃ってとか言わないでくださいよ。剃り、本人が剃りたい時に、剃りたい時って言ったら学校もあるしさ、本人に委ねてください。いつ見に来てもこんな時代に流れてるのも強制で皆さんに曲を覚えさせます。2番も覚えてくださいね。これでこれ、この曲2番来たらみんなで一緒に歌いますよ。わかりましたか。これまだ1番です。私ね、2番の方が結構好きなんです。1番も結構好きだけど、人は誰も弱いんだよとかね、めっちゃ好き。だってね、もう1番はもっと泣いたって、もっと泣いたって、もっと泣いたっていいんじゃないっていう音楽なんですけど、2番は人は誰も弱いんだよルルルどんなって、あの1番と構成違うんですよ。もう最高って感じ。疾走感がすごくて、もうそういうの大好きなんで、もう好きです。それじゃあ聴いてくださいね皆さん。生まれたこと夢見てもそうない、向かってきまうはず。本当はね、眉毛ね、今まで3種類ぐらい化粧品使ってやってたんですけども、最近は1種類でやってます。眉毛できてきた。このまま眉毛感を描いてます。2番来るよ。みんなで歌いますよ。ちゃんと覚えてますか。人生押し合い押し合い、傷つくこともあるけど、後から振り返ってみれば、取るに足らないかすり傷、優しさを求めるな、お互いに思いやれ、人は誰も弱いんだよ。ほら、ここがね、大好き私。目を離したら眉毛流行ってる。目離したらダメですよ。にとらわれるな、大事なことは空を見ること、新しい未来を運んでくるんだ、世界は変えられるのさ。後ろなびってる。ちょっとエアコン
つけてるのになびいちゃってますね。ここだけ眉毛が黒いのをちょっとどうにかします。元のね眉毛の色と一つの眉毛の色が違うので、これはしょうがないことだから、私のメイクポーチ今こんなんです。変えましたメイクポーチ。でもこれちょっとだけ使いづらいかも、私には合ってないかも。アトジャムのサラダすごかった。本当ですか？迷いますからね、色を合わせます。合いましたね、色が。それでちょっとの工程もしますね。じゃあアイシャドウ、プロアイライブ1回だけだったから改めて言ってよかった。そう、今はね2番のね、知り合い知ってる方はアイライブに行った方のみ。でもいつかはねたくさん披露されるような楽曲にしたいので、この曲が披露される時たくさん盛り上がっていただけると、スタッフさんがこの曲って盛り上がる、こんな盛り上がる曲ないやと思ったらセトリに入れてくれるかもしれない。まあ、多分もうすでにそうなってきてると思う。めっちゃ盛り上がる曲だと思う。有名曲にするぜ。 YouTube ももう本当にあと2000回ぐらいで10万いきますよね。2000もない、1000ちょい。今朝は目が覚めたらうちの猫さんが私の顔を追っていて鼻がむずむずしてくしゃみしておきました。幸せな寝起きじゃないですか。もう泣きない、この歌い出し最高。いや、わかりますよ、歌い出し私ですね今この下のこの4色を順番に塗ってます。今2番目に薄いの塗ってる。これバロンタンは独房、今独房入れてます。配信が終わったら出します。色を塗り重ねる、そうです、塗り重ねていく。今3番目に濃い色塗ってますね。こんな感じです。あんまり変わってない。こんな感じ。こっちが濃くてこっちが薄い。こっちちょっと濃い。ちょっと濃い、薄い、濃いにしてます。で、ここちょっと濃いぐらい。小太郎さんに会いに行かないの？行きますよ。さあ、いつでしょうか。絵を描いてる感じかな。そうですね。それちょっと私は血色が悪く見えちゃうのでピンクを足します。私は基本的に化粧品にデパコスは使わないですね。唯一使ってたデパコスと言われるポーランドジョーも変えました。結局ね、自分が可愛ければ良いのです。朝配信をつけたけどコメントもできず寝落ちしてごめんなさい。いいですよ、朝早かったですね。つけていただけただけで嬉しいですよ。ピンク入れました、ちょっとこんな感じ。そしたら私の一番大事なアンダーラインを入れていきます。私はね、この目の下に線を絶対入れないとダメなんです。ほら、ちょっと変わる。ここにね、赤い線を入れます。これはもうね、絶対必要なの。これがないとステージ立てない。こっちが描いたやつ、こっち描いてないやつね。タバコさ、ハイライトとリップしてしか使ってない。あ、リップはね結構多いですよね。でも私リップも使わない。じゃん、わかりますかね、違い。
こっちはアンダーラインする。こっちは引かない。目の下に描くので怖い気がする。え、本当ですか？意外とね、慣れますよ。最初は怖いけど。姫呼び捨て NG 派、全然いいですよ。え、姫って呼び捨てするってことですか？それかレイヤーって呼び捨てするってことですか？全然お好きに呼んでくださいとか言います。何も気にしないですよ。そう、増えてきて目がね、私はね、下に大きくしたいタイプなので、それで目の下にラインを引けました。女神様って呼んでいいですか？いいですよ。スピより大人っぽくなってきた。でも私多分顔がね、メイクで変わるタイプだからね、お好きにはあれだったんですけど、まあ、私は健康じゃないと配信もできませんからね。で、この全く同じやつ、アイラインってよく聞くじゃないですか。それの下書きをします。ここら辺にアイライン引くよっていう下書きをします。ここね、これにちょっとでアイライン引きます。皆さん一回は聞いたことあるでしょ。アイライン引くよー。アイラインどこあった。初見です。ありがとうございます。芸能人だと誰に撮るってなる？ねえ、わかんない。でもね、すっごい恐縮、本当に恐縮。お母さんには全然似てないよって怒られたんですけど、めっちゃ言われるのは戸田恵梨香さんの若い子に似てるってめっちゃ言われますね。結構頻繁に、すごい恐縮で自分でもあんま思わないですけど、結構本当頻繁に言われます。アイライン引きました。見た。わかりますか？そう、めっちゃ言われるの。これは私が言ったって言わないでくださいね。私はよく言われる方を名前出すわけ。名前思い出さないでキャモデルさん言ってる。え、気になる。ぜひ思い出したら教えてください。でもこの世はね、本当にね、嘘で蔓延してるので、もうアイドルになってからね、何回ね嘘の情報を書かれたかわかんないです。しかも憶測で話が進んで、それが事実になったりとかも今もね、めっちゃある。でショールーム期間中も多分合ってると思います。でも私はもう一切見ないので、もう否定も肯定もしないんですけど、その憶測で話が進んでも、そのファンの方はそんなことないよって分かってもらえるように私は気をつけております。そこに線を引くの見てるだけ怖い。本当ですか？最初は怖かったかも、確かに。あ、ここね、ここはね、結構怖いですよね、確かに。まあまあまあ、慣れです。慣れ。あ、どうも、ちょっと目大きくなったでしょ。松島花さん、すいません、ちょっと言われたかった。松島花さん、ちょっと調べていいですか？似てるってね、言われることも何もないからね、気になるんですよね。先端恐怖症なら怖いですね。え、怖いですね、絶対に。私の話、初めて言われました。似てるのかな。いや、私のお母さんに似てるかも。お母さんの若い時。いや、わかんない、どうだろう、似てるのかな。ショールーム上だと似てるかも。若い頃の森川さん、え、それもね、ちょっとだけね言われたことあります。恐縮、言われたことありますね。私は何も思ってないでしょ。
さらけ出しゃ僕にやる、もっと泣いたってもっと泣いたってもっと泣いたって、これはね、歌割りが決まってるんですよ。もっと泣いもっと泣いたってもっと泣いたってもっと泣いたっていいんじゃないの歌割りが2人ですよ。これめっちゃおもろいんですよ。途中から入ってくる人はもっと泣いたってもっと泣いたっていいんじゃない、あ、私ちょっと音程取れない、難しい、これ難しい、もっと泣いたってもっと泣いたっていいんじゃない、ちょっと音程違ったごめんなさいね、まあ、雰囲気こんな感じってことで、3回目入る人がもっと泣いたっていいんじゃないって歌うんですよ。でハモリもね、全員ね本当に歌ってるんよ、その場で。だから2回目に入ってくる人が一番大変ですね。そこね、あの音感ある人じゃないと結構ね危ういですね。なんか一番最初の人は簡単、もっと泣いたってもっと泣いたってもっと泣いたっていいんじゃないって言うとね、イケメンのお父さん綺麗なお母さんお父さんイケメンって言ったことありましたっけえ、まだイケメンなのかも、自分で言っちゃうけど、お父さんはね、ちょっと私多分ね、なんかお父さんもお母さんも親バカなんですけど、私多分小バカなんですよね。あのね、すごいね、みんなに全然だよ言われるんですけど、あの私のお父さんは向井理さんにそっくりですこれを言ったら、あのみんなに全然だよって言われるし、写真を見せてもどこも似てないよって言われるんですけど、私はそっくり、なんかね CM とかねテレビに向井理さんが映るたびに、うわパパだって思う。今後ね、お父さんが私の現場に来づらくしてみました向川さんちゃうやんって思われたらかわいそう。私は思います、それは思います、もう違くても違いますよって言わないでくださいね。生誕でバレるやん、生誕はねお父さんねあんま来ないんですよ。お父さん結構忙しい人なんであんま来ないです。あのね映画の上映会来ました、北九の。あとねデビュー公演来ました、その2つだけだと思う。来たの、あ、アイアライブも来ました。アイアライブはね一般席で見てましたよ、だから皆さんの隣にいたかもしれない。小バカですね、これは完全に。あ、マスカラ塗ってました、塗ってますから、茶色のマスカラを塗っておりました。お父さんは当たって、お母さんも当たって、お姉ちゃんだけ外れちゃったんですよ。これ言いましたっけ、結局ね関係者席を用意していただいて、お姉ちゃんもお母さんもあとおばさんも見れました。そのお父さんとお母さんとお姉ちゃんの3人で関係者席取ってもらえて、え、でもお父さんとお母さん当たってるんで席があるから、その枠をおばさんに来ていただいて、でおじさんが、おじさんっていうかおばさんの旦那さんがあの来てくれるって話だったんですけど、ちょっとなんかいろいろあったみたいで急遽来れなくなっちゃって残念がってました。だからね5人来る予定だった。元気なふりなのできない、お父さんとお母さん誰しも頑張りましたね、お姉ちゃんも頑張ってたんですけど、まあ、結局は運ですからね。みんな喜んでくれてた、喜んでくれてました。お見送りも参加してた。今ハイライトっていうね光を集めるものを塗ってます。ここに塗ったらここに光が当たる、じゃん、ただツヤツヤに見えますね。
またこれに戻ります。これでね、私はねシェーディングもやっちゃうんですよ。もうかなりめんどく、あのメイクレシピ載せた時は本当にあの数使ってたんですけど、メイクレシピ載せたと急に待って、こんな多くなくてよくねってなりました。ハイライト指塗りだ、指塗りです。結構広めに塗りたいので指が一番楽。シェーディングはびっくりしますよ。今がこれですね。じゃ右側だけ塗ろうかな。ほら高く見えます。鼻わかんないか、鼻を高く見えます。変わります。こっちも塗ってみます。鼻を高くしました。本当に絵描いてる、描いてるみたい。ちょっとこういうの指で動かしてね。鼻を高く見せるそうですね。こんな感じ。ほら、横から見ても高く見えるじゃないですか、ちょっと。変わってないの。そんなに持って、どこ行くの？お仕事行きます。普段だったらこんなにならないかも。ちょっと変化を分かりやすくするためにたくさん塗ってみました。で次、さっきと違うハイライト、結構強めのハイライトここに塗りますね。これはまだまだ鼻をタップにする。ここに塗ってこことここに光が当たると鼻が高く見えるわけですね。もっとここ影ですと高く。フラちゃん荷物置いてめっちゃ多いです。もう心臓旅行に行くんかってぐらい毎日すごい大荷物持ち歩いてる。こんな感じです。ちゃっかりここにもハイライト入れます。こんな感じです。できてきました。今何時？ 33。 いい感じじゃない？髪の毛できてないけど切った後にやってきます。今日のお仕事何？今日のお仕事は内緒です。今日中にお伝えします。この曲の終わり方かっこいいね。わかる。てか全部かっこいい。じゃあこの曲の作曲家さんと今回新シングル18枚目シングルの表題曲を作ってくださった作曲家さんは一緒なんです。すごいですよね。あと仮想恋愛もその方ですね。仮想恋愛始めよう。結構できてきたと思う。でこんぐらいになったらまた違う、さっきと違うマスカラを塗りますから。あれまた違うのマスカラを塗ります。さっきのは下地みたいな感じなんで、じゃん。こんな感じになりました。これもうなんかほぼ公園メイクですね。普段のメイクあんまこんな濃くしない。コンサートの時のメイクぐらい濃いかも。でじゃあもうそこまでしたら最後にやっちゃう。ラメ塗ります。ダメ点取ってここに塗って、ダメ塗りました。上にもスリット、かわいい。
んじゃないですかね。キラキラ可愛いですよね。こんな感じです。いつも見てる姫になってきた。なってきました。あ、あとチーク忘れてた。チークは大事。最近ね、チーク結構濃くなるのハマった。まずチークも2種類使います。まずこちら、リチャキにもらった。あー落とした。しょうがね。チークになったらほっぺがピンクになります。チーク塗りました。こんぐらい塗った。今のはラメが入ってるチーク、キラキラするチークを塗った後にこっちチーク、あ、これもさくらさんが使ったやつですね。これも変わってないっていうか使い切ってない。チーク私あんま塗んない派だったんで。これでほっぺがピンクくなります。じゃん、ね、ここにもチーク塗っちゃう。そしてリップ、リップ塗ったら完成ですよ。私は唇が分厚いのがあまりちょっとコンプレックスなんで、上はね全部は塗んないんですよ。こんな感じ。じゃん、これで元の唇をここまでですけどっていうふうに見せる。ちょっとメイク前とメイク後のスクショを隣に載せるとかやめてくださいよそれやめてくださいね。いいですか、唇熱いの。嬉しい。でも熱すぎるので、これでも結構熱いと思います。ここに塗ってるやつだけど、ここまで塗っちゃったら本当にやばいんですよ私、ね、ここまであるの私だから、ここまでしかならない。ね、メイク前とメイク後のスクショ載せて、違いすぎるやろわらみたいなの載せないでくださいね。これはアイドルの裏側なのでまあでもいいですよ、あの違いすぎるやろわらみたいな、ネガティブじゃなければいいです。なんかすごいなんかメイク配信してくれましたみたいな、こうやってやってるスクショと完成後のイエーイみたいな、こういうスクショは載っけてもいいですよ。文章によりますよね。こんな姫、こんなメイクしてるやんわらみたいなのやめてくださいね。じゃあこんな感じでした。メイクはできた。寝癖よいしょ。はっ、てんめぐせもいい感じだね。本当ですか。じゃあ40分ちょうどよかったと思います。ショータイム。髪がね可愛くないからな。前髪嫌だな。
そんな感じ。前髪順調伸びてます。いや切っちゃいました。だからもうね、こっちをね、こっちの髪をもう前に持ってくることでした。こうやって前髪っぽいでしょこれ。ほら後ろのレイヤー入ってる髪の毛をこう持ってきたら前髪なんじゃんみたいな、こうすることにしました。おもろい。今日で応援したいんだっていう感じでした。ではそろそろランキング読もうかな。では読みます。13位、かねさんアットすべてのアイドル好きさんありがとうございます。12位ゆうさんありがとうございます。11位にじますさんありがとうございます。10位 HKT 超絶おじさんありがとうございます。9位竹安アットレア姫かわいいさんありがとうございます。8位ポンちゃんさんありがとうございます。7位ブオさんありがとうございます。6位熊田陽さんありがとうございます。5位カズさんありがとうございます。4位陽一郎さんありがとうございます。3位タクさんありがとうございます。2位ポン太郎さんありがとうございます。そして1位はつぶなおさんありがとうございます。皆さんまた本日も見てくださってありがとうございました。ということで今回はこのここら辺で終わりにしようと思います。見てくれてありがとうございました。次は7時半からたゆらちゃんが来てくれますのでぜひ見に来てください。ありがとうございました。ありがとう。また夜に会いましょう。お仕事行ってきます。